つまりですね、いいですか、彼女は日本人に見えるかもしれませんが、育ちはアメリカです。日本語は全く喋れません。僕らは確かに外見と言葉のギャップがあります。でももう21世紀、外見とアイデンティティが違うということを我々現代人は認めるべきです。そうだ、その通りだ。アメリカです。日本語は全く喋れません。